こんにちは、速稼塾の久保です。攻撃は最大の防御とは言いますけども、情報発信に例えるとやっぱりね、この情報発信っていうのが最大の防御であるような気がします。まあ、例えば私の例で恐縮なんですけども、私はね、マトリックスアフィリエイトっていう、とんでもないね、詐欺に引っかかったわけなんですよ。でも引っかかったんですけども、こんな詐欺に引っかかりましたっていう発信をしてるんですよね。でそれは数年にわたってしてるんですよ。そうなると、この詐欺を行った方っていうのはもうね、出てこれないっていうことになりますし、同じ詐欺にかかった方が私のところにね、久保さん、こういうふうに私も詐欺に同じ詐欺にかかっちゃったんですよみたいな形でね、集まってくるということもあります。で、これをね、詐欺にかかったといって切り捨てて終わりでもいいんですけども、それをネタとしてずっと発信することによって、そこにね、また一つのアクションが起きてくるわけなんですよ。マトリックスアフィリエイトっていうのがあるんだ、検索してみよう、なるほど、こういうものなんだと、この人がコンテンツを販売せずに、お金だけ受け取って消えちゃったんだ、気をつけよう気をつけようみたいになるんですよね。でもう一つは、久保さんでもそういう経験があるんだなと、自分も用心しないとなっていうふうに防御してくれるようになると思うんですよ。慎重になってくれると思うんですよ。で私はね、言ってみれば、このいわゆるね、ネットビジネス系で買ったコンテンツっていうのは、3つあるんですよね。1つはネオヒルズ系の塾を、ね、2013年に買いました。これはね、吉谷さんがね、間に入ってたものなんですけども、それを1つ買いました。そして次は与沢翼の GWBS というね、投資のスクール買いました。この2つっていうのはものすごくね、私の生活を変えてくれましたし、収入を大幅にアップしてくれました。しかも人生もまるで変えてくれましたね。40歳から私はまるで人生別の方向に向かったと思います。その中でもう一つ色気を出して、マトリックスアフィリエイトなるものをね、買ってみたんですよ。これもやっぱり、この人の情報発信だったら信用できるなっていうバイアスのもとに買ってみたら、そうではなかったってことでね、別にその発信した人を恨むわけではなくて、もうお笑いとしてね、一つのネタとしてずっと使ってるわけなんで、恨みもつらみもないんですけども、でもね、マトリックスアフィリエイトっていうものが、私に、そういうふうなね、一つの意向を残したときに、私はね、それをネタとして発信しようという、武器に変えたわけなんですよ。そうすると、先ほどもお話したように、マトリックスアフィリエイトに引っかかってね、泣いた方が私の発信を見て集まってくれて、私の塾に入るみたいな感じで、結局はね、マイナスもプラスになるし、プラスはそのままプラスだしって形なんですよ。で、まとめて言えばね、マイナスになった時って、マイナスになる以前よりもさらに強くなるチャンスなんですよね。私の場合はマトリックスアフィリエイトでお金を失った、時間を失った、信頼を一つね、信頼していた人を一つ失ったみたいな感じで、一つかがんだことがありましたけども、そこからね、大きくまた飛躍して、マトリックスアフィリエイトなんて手に入んなかった頃の自分よりも大きく飛躍してるわけなんですよね。これはね、詐欺ではなくって、ある一つのね、最近もそうですけども、ビジネスで失敗した時もそうなんですよ。ビジネスに失敗した時も、これを糧にさらに大きくなろうと思ったわけなんですよね。そのビジネスに一緒に参加してた人のサポートを徹底的にやることによって、やっぱりね、役に立てる自分というものがどこまで追求できるかなというような挑戦にもなったわけなんですよね。さあ、今回ね、情報発信、吉谷さん、発信は最大の防御、まさにね、攻撃が最大の防御って言いますけども、情報発信することが私は最大の防御になり得ると思うんですよ。今後私のもとにあやふやな商品を紹介してくる人がもしいた場合ね、それに私が例えばね、乗った場合、うまくいかなかったら私が発信するんで、多分私にそれを紹介した人がもう二度とこの界隈ではやっていけなくなると思うんですよね。そういった形で、多少なりともね、影響力が出てきたら、その影響力のある人には真っ当なものしか持っていけないなっていうふうなバイアスが働いてくるのも確かだと思うんですよ。反対にですね、発信力がない人はいくら詐欺で騙してもその人発信力がないから、自分の詐欺がバレないってことで詐欺師はどんどん暗躍するんですよね。ということなんでね、発信力を高めていって、どんなね、闇討ちにあった時でもその発信を武器に牽制できるような、そんな自分になっていくことが肝要なんじゃないかなと思います。以上です。